はい、こんにちは。日本改革党靴沢亮次でございます。カズ様、イムちゃん様、イクオ様、ご支援ありがとうございました。ありがとうご頂戴して政治活動し選挙活動資金にさせていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に恐縮でございます。ありがとうございます。第26回参院選東京選挙区に立候補しました。いろいろ揃えるものがありまして、書類手続きとかがややこしくてですね、基本的にですね、何回もやってる人向けで、選管もですね、そういう感じでですね、分かってんでしょうみたいな、そんなね、みんながみんな自民さんや公明さんや大手政党だったらもう渡されただけで、あ、これはこう、これはこうって、ベテランですから分かってますけど、初めて国政選挙に立候補なんていう、不親切なんですよ。いろいろと立候補手続きが、なんていうのかな、そうやって選挙のハードル高くしてんのかなっていう勘ぐっちゃうとこですね。あと選管の人間もですね、3年とか4年で異動になるんで、前の国政選挙とか経験してる人があんましいなくてですね、聞いてもわかんにがったりすんの。これちょっと おかしいよなって思いつつ立候補できました。政策、9条速攻破棄または停止、外国人生活保護廃止、外国人実習制度廃止など、いきなりやめっとあれなんで、外国人生活保護なんかもですね、新規給付新しくはもうやらないっていうことで、そうするとだんだん減っていくでしょう。何十年かかけてさ、外国人実習制度なんかもですね、徐々に数減らして、いきなりガツンってゼロにすると、ショック、混乱が生じるかもしれないんで、そんな感じでですね、政策チラシにババンと書いてあります。こちらの私の政策にご賛同していただける方は、ぜひよろしく。どこが右なのか分かりにくい漫画アニメ表現規制一切反対っていうのが最後の方にありますけれども、これはですね、フェミはじめ、みずほ、辻元、アグネスなど、表現規制推進派はスパイです。知ってるとは思いますけれども、スパイです。もしくは、なんか分かってる風なことを言いたいっていうですね、カッコつけのバカ野郎です。スパイでなければ、騙されてなんかカッコいいこと言いたい欲望に駆られたバカ野郎の偽善者です。日本がほぼ独占してるですね、世界史上、アニメと漫画、なんつったってね、日本が開拓したんだから、この市場はね、をですね、中間が奪おうとしてる工作です。妬み、そねみ、恨み、嫉妬なんかもあるでしょうね。日本の漫画アニメ市場が、調子いいもんだから、日本の次に漫画売れてる国、皆さんどこかご存知でしょうか？フランスですね。フランス。アメリカでも、鬼滅の刃シリーズだけで、アメコミの全部の売り上げ上回っちゃった。とか、ニュースになっておりました。この前、この市場が妬ましくて羨ましくて仕方がない中間がですね、工作員使ってなんとか日本のそういう産業をですね弱らそうとしている、連中ですんで、私は反対です。実力不足で、今回は10人擁立できず、10人同じ選挙に立候補させるとですね、みなし政党っていう風に、してですね、全国比例使うんですけど、今回はその実力がありませんでした。実力っていうかお金お金がありませんでした。投票できるのは都民の方のみであります。残念ながら私立候補してんの東京選挙区ですから、残念ながら都民の方しか、投票できません。比例は皆様お好きな政党やお好きな比例で立候補している議員さんの名前
書いてください。地方の方で私を応援してくださる方はお知り合いの都民の方にお声掛けください。よろしくお願いいたします。次回参院選までに、10人擁立できるよう精進いたします。まあお金もそうなんですけれども、立候補してくれる人いるかなっつって手挙げてくれないとどうにもなんないんで、人望とか実力とかを蓄えたいと思います。ポスター掲示位置はくじの結果14番になりました。30人ばかし立候補するっていうんで、まあど真ん中ぐらいですね。こちらのポスター日本人のための政治を9条破棄、外国人生活保護廃止、スパイ防止法早期制定なんて書いてありますんで、いかにも左翼と外国人が発狂しそうだな、ニヤニヤ。既存を見かけたら、破られたり、ほっぺに渦巻き書いて可愛くしてやったり、ちょびひげ書いてあったりですね、下の見かけたらお手数ですが通報よろしくお願いいたします。選挙ポスターの既存破損、調べたら刑罰がうんと重くてびっくりしちゃいました。懲役何年っつったかな、懲役2年とか、2年も刑務所ぶち込ましたらたまったもんじゃねえよね、ほんとね。なので、いかにも左翼と外国人が発狂しそうなデザインを心がけました。皆さんもう特にお気づきだと思いますけれども、日本改革党のロゴはですね、ブルーリボンバッジを、デザインして、パクらせていただいております。6月22日今日の選挙活動は17時から池袋東口でやります。よかったらいらしてください。参院選候補の女性比率なんですけれども、立憲 46.5%、 共産 51.6% だそうであります。両党とも5割に近づけるぞーなんてことを宣言してまして、候補を募ってたんですけれども、ジェンダー平等を実現したって威張ってるらしいです。こんなんでまあ何割動くかわかんないですけども、そういえばですね、女性議員を4割にとか、女性役員、企業ですねを5割にとか、最初から目標を決めてやること、クオータ制っていうらしいんですけどね、クオータ制、分配、属性に合わせて、属性のですね、比率に合わせて、分配するクオータ制っていうのがあるんですけれども、これよく考えたらですね、存在が確認されてる TBS の在日枠とか、関西の市役所の童話枠と一体何が違うんだという話なんですけどね、NHK の議員の息子娘枠みたいなね、無理やりこういう属性の人を優先して、押し込めるみたいな、特別枠の設置で全体が劣化する現象のですね、上場企業の女性役員4割を義務付けたフィンランドの例なんですけど、たった1年で企業の成績大悪化、3分の1の企業がですね、上場基準を満たせなくなったって結果がありました。この法律まだ変わってないみたいなんで、企業の自衛手段としてですね、名義貸しが横行しています。女性役員の名前になってるんですけど、実はその女性は家で鼻くそほじってて実際は経営してない。左翼の理想って本当にバカみたい、バカみたいだな。アメリカの大学なんかでもですね、この地域は、黒人が 10% でラティーノ、ヒスパニックが 15% いるから大学の合格者もその比率でなくちゃダメだなんていうことでですね、優秀な白人が落とされる代わりに不合格にされるっていうような現象が起こっております。ちょっと前まで都立高校の男女比でそんなことも起こってましたね。滅びてほしい連中が自ら公平じゃなくて結果平等を追求し実践し劣化してくれるんだからめでたいな、
立憲と共産のことですけどね、例えばですけど逆に議員は男に限定しますよ。で、ギャグジェンダーやった場合どうなるかっていうと、高市さんとか小野田さんみたいな賢い女性が議員になれず、これはこれで劣化の原因になりますね。まあ女性議員なんていうと、蓮舫とか辻元とか福島瑞穂とか、悪い、とんでもねえ有害なやつがパッと思い浮かぶと思うんですけれども、ギャグジェンダーも良くない。公平に選挙を受けさせて、当選したら議員にするっていうのが一番理にかなっております。ジェンダー平等や漫画規制に走ってる稲田さん、最近おかしいんですけど、稲田さんあれかな、分かってる風なことを言いたいっていうバカ野郎なのかな、ちょっと思っております。というわけで7月10日投票日、選挙戦に突入いたしました。皆様応援よろしくお願いいたします。メールマガジンの発行、この間できません。貯めといて終了後お送りしますんで、ご登録解除なさらないでください。あと東京の方は私に投票、気に入ったらね、政策気に入ったらね、あくまで、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。